山口百景。萩藩初代藩主毛利秀成と偶数代藩主夫妻らが祀られる大聖院。毎年8月13日、墓所にあるおよそ600基の石灯籠と参道沿いに明かりが灯され、その霊を迎え入れます。辺りは幻想的な世界に包まれます。特に今日は迎え日でありますんで、極楽浄土から魂が人間の世界へ帰ってくるということで、この日を、目印にして、地上に降りてこられるということで、ろうそくを使っております。毛利家の入り口のところから10歩ぐらい歩んで、まっすぐのところからこうくの字に曲がったような、それぞれに台に分かれていくというところのやっぱり参道の綺麗さというものを、いつも楽しみにしております。